気をつけてね。こんにちは、株式会社こだまガラス、こだまです。ガラスの安全対策として、ガラスに透明の飛散防止フィルムを貼ることが多いのですが、これはあくまで飛散防止の効果はあるが、ガラスの強度自体が上がるものではないと説明しています。ガラス自体の強度を上げるには、厚みを厚くしたり強化ガラスにする必要があり、万が一割れた時の飛散防止対策としてフィルムを貼ったり合わせガラスにした方が良い旨の説明を普段お客様にしております。果たしてそれが本当なのか、これらの実験装置を使って検証してみたいと思います。装置の説明を簡単にします。ガラスは厚み3ミリの透明ガラス、厚み5ミリの透明ガラス、厚み5ミリの透明ガラスプラス飛散防止フィルム、厚み3ミリプラス3ミリの合わせガラス、厚み6ミリの強化ガラスプラス飛散防止フィルムのガラスを使用し、サイズは約600ミリ角、四方押さえ口で固定しています。コーキングはしておりません。この窓に少し強力ですが、台風によって何か飛んでくることを想定して木片をぶつけて、ガラスがどのようになるのか検証したいと思います。はい、まずは何もしていないフロートガラスの厚み3ミリから普通に割れます。続いて厚み5ミリのフロートガラス、マジで割れへん、怖い。うわ嘘でしょ。3ミリのフロートガラスと比べるとなかなか割れないですが、割れた時はガラスが飛散します。厚み5ミリプラス飛散防止フィルムのガラス、割れねえ。先ほどより少し割れにくくなっている感じはありますが、入った点での衝撃が加わると割れます。回転の関係でフィルムを貼っているので飛散防止効果はあります。局所的には弱い。続いて3ミリプラス3ミリの合わせガラス、え、気かけませんでした今大丈夫、音が違う気がする。分厚い。こちらも局所的に衝撃が加わると割れますが、衝撃を複数回加えても貫通させるには相当な労力が必要になり、防災とともに防犯にも効果があることが分かります。厚み6ミリの強化フロートガラス、木片では割れず金槌で叩いても割れないので、ちょっとしたものが飛んできたぐらいでは割れない程度の強度はあります。割れた時にガラスは粉々になり、フィルムを貼っていなければガラスは飛散しますが、粉々なので破片で怪我をする可能性は少ないです。ただし素手で触ると手は切れます。今回はフィルムを貼っています。実験結果、飛散防止フィルムを貼ることで風圧などの面的な力に対する強度は若干上がるように思いますが、局所的な衝撃に対する強度に関しては変わりがないように感じます。強度を上げるのであれば、厚みを厚くするか合わせガラスにするか強化ガラスにする方法があります。厚みを厚くすることで衝撃に対する強度も上がりますが、同じフロートガラスの場合でしたら万が一割れた時にガラスは飛散するので、どちらにしても飛散防止フィルムを貼った方がより安全と言えます。また合わせガラスについては、2枚合わせたガラス厚みの合計が厚くなるため、風圧などの面的な強度は上がることが期待できます。しかし1枚のガラスとして見た時に厚みが同じであれば、局所的な衝撃に対する強度は変わらないと
と考えられます。ただし中間膜の効果でガラスが割れても飛散せず、複数回衝撃を加えても貫通しないことから、防災防犯という面では最も効果が期待できるガラスになります。強度を強くするという点では強化ガラスが最も強いガラスになります。少々の衝撃が加わっても割れることはなく、万が一割れても飛散はしますが、破片が粉々になるので破片で大怪我をしないという利点もあります。ただし強化ガラスは割れる際に全損するため、防災という点から考えればフィルムも貼っておけばより安全かと思います。これらのように厚みを厚くしたり強化ガラスにすることで強度を上げることはできますが、絶対に割れないガラスというものはないので、危険な場所で使用する場合なので、より安全にご使用いただくためには飛散防止フィルムを貼るか合わせガラスにすることをお勧めいたします。ではまた来週。